ちゃんと見てますんで。え？待って。アイコンアップグレードは今まで通りでしょう。アルティメットバースデーフラッシュチャレンジとかも来てますね。コマン。え？ちょっと待って。え？スキル語逆語やん。5語やん。ま、5語できたやん。かなり爆発的。更新意識高い普通。LMRM、LMR。ペース90、シュート80、ナパス90、ドリブル93。え、強ないこれ。的確持ってて迅速やろ。いや、強いな、これ。普通に。プレイヤー、トラッパー、容赦なし、俊足。え、強ない普通に強いやん、これ。冷静さはあれやけど。こんな SBC 出すんや。さあ、いくら。いくらですか。ああ、まあ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 。いいぐらいの値段できたね。いや、普通に強いと思う。強パス持ってんのはいいな。あ、このログインや、ログインをもとりあえず皆さんやってください。今回1回ぐらいしか多分できないからさ。レイリーはやった方がいい。60万なの、うん、多分あの、あれと一緒ぐらいですね、多分。ショーダウンとあんまり変わらないと思うんで。ソクラティス、初日に2つ出してきたのは珍しいな。わお初日に2人55出した。スキルムーブ5、逆足5。え、強ない？キャムで91、89、シュート91、パス92、あ、パスも十分やな。ドリブルも93、冷静さ98、体感85、プレスタ鋭いパス、ティキタカやろ。テクニカル、迅速、フレア、トリッカー、シールド、エアリアル、トリベラ。え、めっちゃ優秀ちゃう？金太郎さん、これ普通に強いな。55で高い普通か。で、身長も高かったね。192あってエアリアルでしょ。いや、鋭いパス、これやばいな。これめちゃくちゃ強いやん。またコーデート上がるんちゃう？そわそうやろな。これぐらいのレートやと思いますね。200万ぐらいかな。強っ。83×10 が今日まで。アルティメットバースでフラッシュバックチャレンジっていうのが来てます。はい。何だか言おうかなって。で、80トリプルアップグレード、83 TOTW ピックと、このなんかよくわからない、スプリングアップデート昇格選手の一幕っていうのが来てるな。なんなんやろ、これ。83と84、これはちょっと分かんないです。スプリングアップデート昇格選手の域、何これ分からん。何なんか分からん。すいません、何か分かりません。コマンと、うん、コマン、ソクラティスやばいな。いいね。コーデート上がりそうやけどな、この感じだったら。パックが256パックあったわ。モーガンも55なってるやん、もうすでに。ザンブロッタも55やん、この段階で。で、エボ見よう。何この何でもやって。
めっちゃ来たやん。3つ来たん。なんでもやっていうのは、スキルモブの逆足が最大までブーストされた自分だけのアルティメットバースデーブ選手を作成しよう。逆足ごとスキルムーブが4になる。名前の癖すごいな。まあ、これはまた別途おすすめ EGSBC で見ます。トラッパープラスつくんや。普通に強そうやけど。レート85、ペース89、ディフェンス60、パス90。ペースが3のシュート3のパスが5のドリー3のフィジカル4。まあまあまあ、トラッパーつくんやったらいいっすよね。一緒やんな、全く一緒やんな。最高の逆足、結局これスキルムーブの5じゃないんや。ペースが2、シュートが1、パスが3、ドリブルが2、ディフェンスが2、フィジカルが2。そんなに能力上がってないっすね。逆語だけど、ジョッキなんや。ジョッキなんや、そこ。そこジョッキなんや。全然リークと思ってたん全然違うねんけど、俺。リークで見たやつとやっぱ違うやん。こんな感じになるんやんな。まあ、エボはこんな感じですね。なんか、来てた情報とちょっと違うなっていうのは思うけど。まあこんな感じですね、来てる選手。まあこの辺もちょっと見ていきましょうか。まあまあ選手来たな。まあ、これはこれでちょっとまたおすすめ見ていくんで。はい。今日の3次更新としては一旦こんなもんかな。アイコンカート。3次更新としてはそんなもん。目標もなんか来てるかな。3次更新としてはこんな感じやね。もう今からちょっと能力見てね。一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。あの、分からなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのをあげてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、あの、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、あの、質問の、もう結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、あの、まあだから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳付とかに分けるようにまあ2つに分けてて、まあ、こっちであれば、あの、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあ、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まあ、あとご質問はまあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあ、こういうのも
やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。